70年代から清純派美人女優として世の男性を魅了し続ける女優の酒井和歌子さん。長い芸能人生にもかかわらず私生活は謎に包まれたまま、最近はメディアへの露出もかなり減っています。気になったので調べてみることに。酒井和歌子さん、本名も酒井和歌子さんとおっしゃり、1949年生まれの現在71歳、栃木県生まれで東京育ちだそうです。父母と兄がいる4人家族でした。学歴は目白学園女子短大国文学科中退。幼少期は相当な引っ込み思案で、人見知りを克服するために小学4年生の時、母親の勧めで劇団若草に入団したのです。女学生の友などの少女雑誌のモデルとして活躍する傍ら、1961年12歳の時、映画あいつと私でデビュー。本格的に芸能活動するようになったのは1964年東宝のオーディションに合格した時からで、1年後輩の内藤陽子さんと共に青春スターとして売り出されるや、吉永小百合さんや栗原小牧さんらと共に名前が上がるほど注目される存在に。それほど際立った可愛さだったにもかかわらず、おとなしい性格が裏目に出て次々と主役をこなしていく内藤陽子さんの陰に隠れた存在でした。しかし世の男性たちはそんな清楚でけなげな酒井和歌子さんを見逃すわけはなかったのです。ブレイクしきれず地味な助演を黙々とこなすこの清楚系美女をどうにかして守ってあげたいと血が騒いでいたところに持ってきて、1968年映画巡り合いで酒井和歌子さんが初主演するや、男たちの守ってあげたいパワーが大爆発。そのとんでもないパワーのおかげで、それまで若手東宝の看板女優だった内藤陽子さんを一気に逆転。1969年東宝映画のドル箱、加山雄三さんの若大将シリーズのマドンナ役節子の座をゲットして、名実ともに東宝の看板女優となったのです。その可憐さときたら、当時映画界で巨匠と呼ばれた鬼監督をも骨抜きにするほどの威力だったそうです。そしてついに1972年大人気青春学園ドラマ飛び出せ青春の本倉明子先生役で出演すると、映画を見に行けない貧しい男たちまでが守ってあげたいパワーを発揮して、一大明子ブームとなったほど、思春期の痛いけな10代の少年たちは青い三角定規が歌った主題歌の太陽が暮れた季節を聞きながら、高校に入学したらあんな素敵な先生がいるんだと 99.9% 実現しない妄想にふけるという悲劇を生んだほどだとか。酒井和歌子さん、時代の流れもあって次第に映画からテレビにシフトしていきます。1970年代以降は火曜サスペンス劇場や土曜ワイド劇場、東芝日曜劇場で2時間ドラマの常連として可愛いだけではなく、いろんな役をこなす欠かせない名バイプレイヤーとして活躍するように。これだけ花があっても脇役ができるのは逆にすごいことでもありますね。また女優業だけでなく歌手としても5曲も歌を出されていますし、 CM にもその上品な雰囲気が好まれて結構出演されています。脇役中心にもかかわらず、その底力はさすがと言えるでしょう。そんな酒井和歌子さんですが、すでにご結婚されているのかと思いきや、実は未だに未婚のままだとか。これだけの美女がなぜなんでしょうか。結婚については過去にジェット機のパイロットか太平洋航路の船長と23歳で結婚したいと言っていたらしく、独身主義ではないようですが、結婚できなかった理由の一つには父親が厳格だった上に
酒井和歌子さんをとても可愛がり、手放したがらなかったからだとか。サラリーマンだったにもかかわらず、父親はロケ現場や撮影所へ送り迎えしてくれたんだそうです。だから、酒井和歌子さん自身も世に言うファザコンだったのかもしれません。二つ目の理由としては、40歳半ばで乳がんを発病してしまったこと。初期での発見とはいえ、再発の可能性もあったでしょうから、その後の10年間は結婚なんて考える余地がなかったかもしれませんね。3つ目は大好きな母親の介護。2000年に父親が他界してからずっと母親との2人暮らしでしたが、とても仲が良くて2人してしょっちゅう海外旅行に出かけてたとか。2018年に92歳で亡くなられるまで親子の時間を優先されたのではないでしょうか。4つ目が酒井さんの性格とも言われます。見た目は守ってあげたくなるような感じですが、素顔はおおらかで男っぽい性格なんだとか。例えば旅行もバックパックの秘境派だとか、カラオケでは軍歌を歌うし、旅行で買い物には興味なし、エステには行かない、整理整頓が苦手、撮影本番前でも鏡を見ない、悩まず切り替えが早いって。人って見た目だけではわからないですね。見た目とのギャップがすごすぎて相手が引いてしまうのかもしれません。でもギャップ萌えの人もいたでしょうに。5つ目は親友の存在だと言います。酒井和歌子さん、実は故坂本九さんの奥さんである女優の柏木由紀子さんと大の仲良しで、小学3年生から若草劇団でずっと一緒だったのだとか。驚いたことに、坂本夫妻の新婚旅行に酒井和歌子さんも同行して、おまけに故坂本九さんは実は酒井和歌子さんの熱烈なファンだったという、まさに珍道中ですよね。よく仲が悪くならなかったものです。それくらいの親友ですから、結婚しなくてもお互い独身ですから寂しくなかったのかもしれません。勝手な憶測ですが、やはり病気と母親のことがあったから二の足を踏んだのかもしれません。それにしてもこれだけの美人で今まで何もなかったのかというと、過去に一人だけ噂になった大物がいたそうです。その人とは俳優の田村正和さん。しかし週刊誌に出た当時にはすでに田村さんは既婚者でしたから、田村さん自身が指定されたそうです。この件については諸説ありますが、本当のところは今では霧の中。これ以降酒井和歌子さんのスキャンダルは一切なかったということです。酒井和歌子さん、昨年古希を迎え芸歴60年ですが、そんな風には全く見えません。これも毎日ジムでトレーニングしているおかげなんでしょうか。もともと童顔なのもありますが、今も笑顔が可愛くて素敵な酒井さん、またテレビやスクリーンでその姿を拝見したいと思います。いかがでしたか。あなたはどう思いますか。私は酒井和歌子さん、不思議ですよね。ほとんどというか劣化していないというか、70歳でも可愛いまま、性格も体重も変わっていないとか、何一つ変わっていないというんです。羨ましいと思ってしまいました。これからも守ってあげたくなる女優さんでいてください。それではまた次回お会いしましょう。